小流は海上自衛隊の潜水艦。双流型潜水艦の10番艦。艦名は物事を高所から判断して素早く行動するという意味を込めた小流から名付けられた。建造費は約520億円。双流型10番艦の小流までは水中の航続時間を伸ばすためのスターリングエンジンを搭載している。スターリング機関による発電方式は長時間の潜航能力に優れている。双流は中期防衛力整備計画に基づく平成26年度計画2900トン型潜水艦8125号艦として川崎重工業神戸工場で2015年1月28日に起工され2017年11月6日に命名、進水式が挙行された。2018年8月26日に工事開始、2019年3月18日に竣工、引き渡し式、自衛艦旗授与式が挙行されて就役し、第1潜水隊群第1潜水隊に編入され、呉基地に配備された。川崎重工業神戸工場で戦後に建造された潜水艦としては28隻目にあたる。2020年9月から護衛艦、加賀、イカズチが参加中の令和2年度インド太平洋方面派遣訓練に追加派遣された。同派遣訓練中の10月9日、南シナ海において、加賀、イカズチと対潜戦訓練を実施し、翌10日には補給のため、ベトナム南部のカムラン湾に寄港した。南シナ海において、イカズチ、加賀と対潜戦訓練中の、双流、イカズチと並走中の、双流海上自衛隊 HP 活動内容、世界初のリチウムイオン電池搭載の新潜水艦。王流が海上自衛隊に引き渡し、高橋康介、ヤフーニュース、2020年3月5日閲覧、潜水艦、小流の引き渡し式、自衛艦旗授与式等について、動画、海自潜水艦、小流引き渡し式川崎重工業神戸工場、産経新聞、2019年3月18日閲覧、海上自衛隊ツイッター公式アカウント2019年3月20日、潜水艦、小流が浸水。川崎重工業。2017年11月6日閲覧。令和2年度インド太平洋方面派遣訓練について、対潜戦訓練について、海上自衛隊の派遣部隊、ベトナム機構中国年頭に連携強化狙い。NHK ニュースウェブ2020年11月14日閲覧ありがとうございます。